これすごいですね。ポケモン GO でですね、これだけの人が集まってます。すごいなこれ。こんなにすごい人ですね。これポケモン GO ですね。これポケモン GO でこれだけの人が集まってます。この公園のところですごい集結してますね。人でいっぱいだ。すごい。うわすごい。見てください、このすごい人ですよ。これはすごい。こんだけ、これだけの人が集まってますよ。ポケモンゴーで、この公園すごいですね。ここ一体、このここにポケモン GO の怪獣が出てくるんですね。すごい人だこれ。これだけの人が集まってますよ。すごいなこれ。大釣り騒ぎだな。結構すごいですね。これはすごい。すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、この辺よく集まるんですか？ポケモン GO ですよね、はい、この辺に一番集中してるんですよね。わかんない。いや、ここら辺すごいんで、なんかこの辺が一番いいのかなと思って来たんですけど、他にいいとこってあります？あとは、駅前ぐらいじゃないですか。ああ、そこにも結構怪獣が集まるんですね。ここすごいですね。なんでここだけすごいんですかね、こんなにね。ねえ、すごいですよね。たまたまじゃない。そんなに人いないです。ああ、そうですか。でも最近始めたんですけど、ここすごいですね、これ。いやー、何時頃までだいたい何時間ぐらいいるんですかね、これ。結構な数ずっといるんですか。みんな終わったらみんな帰っちゃいます。ああ、そうなんですか。はい、すごいですね。ありがとうございます。すごい大盛り上がりですね。今の聞いていただいたら分かると思うんですが、ポケモン GO でね、これだけ人が集まるということです。すごいですねこれね。すごいです。これだけの人が、結構この辺いますね。すごいよ。ポケモン GO 大ヒットじゃないですか。これはすごい。結構集まってますよね。ポケモン GO のここは穴場ですね。公園非常に出ます。怪獣が出るみたいです。ポケモン GO のね、すごい人です。いやすごい、これ凄まじいですね。いやー、まあ、何か所かね、多分あると思うんですよね。この辺は結構すごいんでしょうね。ポケモン GO で集まる人々でした。はい、もしよかったらね、面白い動画、ためになる動画、最新動画、お得動画ね、発信していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。